マウンテンボード AE-07LT。マウンテンボードとは、スノーボード上のボードにゴムタイヤを備え陸上で、滑走できるようにした用具、及びその用具を用いたスポーツのこと。1990年代初頭に、世界各地でスノーボードの魅力に取り憑かれた人々が、夏でもスノーボードのようなスポーツができないかと開発を、始めたのが起源とされる。ダート、芝生、アスファルトなど、 陸上の様々な場所で滑走できるように、スケートボードと比べると長いデッキと足を引っ掛ける、バインディングやストラップ、そして大きなゴムタイヤが備えられていることが特徴である。アメリカではコロラド州のスノーボーダーたちが制作を始め、現在では MBS 社として発展した。現在は企業としてグラビティゲームス、コアツアーの参加や協賛、 X ゲームズでのデモンストレーションを開催するまでに成長した。同じ頃、日本でも同じきっかけで、マウンテンボードの開発が始まっていた。日本では、1997年により、当時の MBS 社製品の輸入代理店によるプロモーション活動が高奏しテレビ、雑誌等で取り上げられることが多くなり知名度が上がっていった。スノーボードが一般に知られてくるに従って、 夏でもスノーボードができるといった宣伝が行われていた。この頃大量のマウンテンボード販売が行われ、多くのスキー場への納入、ショップへの卸し、個人への販売が行われた。多くのスキー場でレンタルされているマウンテンボードやオークションなどで格安に入札されているマウンテンボードは1990年代後半に製造・販売されたものである。また、 エクストリームスポーツという珍しいスポーツに対する注目もあり、多数の芸能人がマウンテンボードを楽しんでいる姿をテレビで見ることもあった。同時期にいつかの小規模なマウンテンボードメーカーや輸入代理店が起こされた。マウンテンバイクのブランドとして有名なマングース社製、マウンテンボードもこの頃から日本での販売が開始された。全国各地のスキー場でも滑走を許可する場所が、 多かった。愛称としてマウンテンボード ATB と呼ばれ、この頃に開設されたホームページの名称からマンボウと呼ばれることもあったが、現在はマウンテンボードと呼ばれることが一般的になっている。初期のものでは鉄フレームを前後タイヤの間に通し、その上にデッキを接続するフレーム型が主流であった。しかしフレームの重量が、 ボード全体の重さに影響し、ライディングが制限されマウンテンボード自体が敬遠される理由となっていた。ボード全体の重量を軽くするための改良の一つとして、デッキの軽量化が進み、デッキ中央のフレームをなくし、スケートボードデッキと同じように数層のメープルを重ねたものが出現し始める。この時からバックフリップや540、720スピンなど、 フリースタイル志向が目立つようになってきた。しかし、デッキ前後の両端にトラックとタイヤが付くというマウンテンボードの構造上ジャンプの着地時にデッキが底打ちをすることから強度を上げさらなる軽量化を目的にマウンテンボード用としての改良が年々進み、現在はスノーボードと同じようにキャップ構造やサンドウィッチ構造を持つデッキが一般的になった。 ビンディングと呼ぶこともある。ボードと足を固定し、ボードをコントロールするためのパーツ。スノーボードのそれとは違い、かかと側にストラップをつけない場合には、簡単に足を抜くことができる。開発当初はバインディングがないマウンテンボードもあったが、コントロール性を上げるために、スチール製の棒をゴムで巻き足の甲を引っ掛けるようにしたものが、初期のバインディングとなった。 その後、ホールド感を求めるライダーたちが、ウィンドサーフィンやスノーボードのバインディングを元にして、改良を加え、現在では発泡ウレダンで作られたストラップ式が主流となり、ラチェットでホールド感を自在に変えることができるようになった。以前は、鉄製のトラックを使用していたが、重量がかさむため、アルミや樹脂パーツを組み合わせたトラックが出現した。剛性を高めるために、 チタンの軸を使用するメーカーもある。チューブを使うタイヤがほとんどである。アルミや樹脂を使ったホイールが現在の主流。以前は白色や黒色であったが塗装技術の向上によりよりカラフルなホイールを選択することも可能になっている。ボードの真ん中にフレームがあり、重量が現在の倍以上ある。旧型マウンテンボード以外はボード自体に型の違いは ほとんどないが、いくつかの思考ができつつある。ありがとうございます。